用意した人参ですとかくるみを合わせて作ったキャロットケーキ、上にココアパウダーですとかクランブルとかすりおろした人参とオレンジを合わせましたジレを乗せたですねケーキでございます。中央にありますが、ブラックベリーのジャムを入れましたロールケーキでございます。中段でございますが、プレーンのスコーンをご用意します。今回120周年の記念の祝いということでオリジナルのチョコレートを載せております。後ほどジャムご用意しますので、そちらつけて召し上がってください。器に入っておりますのがオニオングラタンスープでございます。中央にありますが、牛ひき肉とクリーム、卵などと合わせまして、ハムを乗せて焼き上げました、パイ包み焼きでございます。最後下の段でございますが、こちらがクロワッサンの生地を使ったレーズンパン、黒い器はですね、バジルとトマトを使ったリゾット、その周りにですね、衣をつけてあげましたライスコロッケでございます。その上にモッツァレラチーズですとかポルチーニなどを添えております。この透明な小さい器ですね、じゃあ下の部分が、トマトとコンソメのジュエ、その上に口よけ滑らかなスクランブルエッグを、香り付けに少しトリュフをまぶしまして、スモークのカモカを使う料理でございます。こちらがですね、下の部分がトマトスリーのクスクスというですね、世界最初のパスタと言われたもの、その上にスモークサーモン、ダリッシュ、人参などと合わせた、サラダをご用意しておりますので、お楽しみください。ありがとうございます。失礼いたします。